V ロード第13節2戦目横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。打順は8番大和。ここは2アウトにはなりましたがランナーを送ってきました。さあお膳立てはできたんでガツンと決めてほしいですね。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。これが初球、最初は変化球できました。さあ2球目は何か。2球目打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあワンアウトになりましたが得点圏には先制のランナーを置いています。先制点が重要な試合になりそうですから何としても先制したいですよね。なるほど、そうですよね。スタンドファウルボール、低め外れています。151キロ、レフトに持っていった、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ジャイアンツ先に点を取りました。1対0、主導権を握ります。さあ先制したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。まあ理想的な形でしたね。ここで先制点が入りました。さあそして打席には木下が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが追加点の欲しい場面、何が起こるか分かりませんからここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。初球から打っていった、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン、二塁タッチはアウト、ジャイアンツ追加点を挙げました。4対0、リードを4点に広げました。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打っていきましたよね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですがベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然の。V ロード第13節3戦目読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。さあそしてバッターボックスには大和が入っています。さあ2アウトながら一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。いいボールが来てますよ。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。高め打ちました、
ショートの左抜けました。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰ってブリンソン。フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。まあいい判断だったと思いますね。さあジャイアンツ一打先制のチャンスです。さあ初球は何か。初球打ち落ちた。ヒットになる。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ先に点を取りました。1対0。さらにチャンスは続きます。さあ先制したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。まあバッターも簡単に捉えたという感じですよね。タイムリーで先制点を奪いました。バッターボックスは3番宮崎。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあインサイド落ちました。ショートが取る。これで3アウト。試合終了になり、今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですがベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で泣いきってくれたっていうだけでもう本当に喜ばしいことなのに点取られてないわけですからね。まあ